はいどうも、7ビットです。今回は前回に引き続き雨の日どの理由バランスを吐くかアンケートの結果発表していきたいと思います。前回ですね、少数意見拾っていったんですが、今回はベスト7でございます。いつからかこのチャンネルベスト7方式になっているんですが、気にせず見ていきたいと思います。一つ今回言いたいのはですね、このベスト7の品番たち、これが圧倒的票数を集めてます。吐く人が多いんだなというところは思って、非常に面白かったですね。前回アンケートの結果発表で、ちょっとこうグラフにしてみていただいた部分あるんですが、中にはですね、もう天候を考えないよという方多くいらっしゃいます。そしてですね、もう雨の日はニューバランスを履かないと排除されている方、もしくはですね、葛藤を抱えている方もいらっしゃいます。そんな方にですね、今回のベスト7見ていただいて、何かしらヒント、参考になればなと思っております。最後までどうぞご覧ください。では早速第7位から見ていきたいと思います。第7位はこちら、 CM1700 です。多く票を集めたんですが、1700といえばアメリカ製だったり、UK 産、そしてアジア製とあるんですが、比較的購入しやすい価格帯であるこの CM1700、ソウルユニットに関しては M1700 アメリカ製のものと全く一緒というところで、機能性に関しては、定評のあるモデルでございます。中でも人気だったのがこちら CM1700NJ というモデルですね。2020年に、10年ぶりに復刻されたジャパンリミテッドカラーというところで人気を博した一足でございます。人工皮革を採用しており、雨の日履いてもケアが楽だよという声は多く聞かれました。第6位はこちら、 ML801 でございます。1998年に登場したトレイルランニングシューズであるこの801なんですが、近年復刻されて、根強い人気を誇るモデルと言えると思います。もともとトレイルランニングシューズということで、安定感を感じられるアウトソールだったりですね、グリップ力で、他に、ハイブリッドモデルにも採用されているということで、ソールユニットに関しては定評のあるモデルでございます。で、雨の日にも強いというところは、ソールもそうなんですが、ゴアテックス仕様のものもある。これが非常に、強いところなのではないかなと思います。雨の日に最適な一足なのではないでしょうか。第5位はこちら、 M1700 です。先ほど第7位に CM1700 アジア製のものがあったんですが、5位に選ばれたのはアメリカ製の M1700 というところでございます。この M1700 に関してはいろんな素材あるんですよね。ヌバックのものであったり、スウェードのものであったり、人工皮革のもの、天然皮革のものあるんですが、中でも多く票を集めたのが、こちら M1700GRA と思いきや M1700BKJ というこちらの黒のモデルですね。これが多く票を集めました。声を聞いてみますと、やはりこの人工皮革というところが一つの要因であるというところと、汚れが目立ちにくいという意味で黒を選ばれるという方は非常に多かったです。一応ですね、1700今回アジア製のものと分けているんですが、もし一緒にした場合、これランキング2位に浮上しているという感じでございました。今回は分けて集計しております。第4位はこちら、 M5740 でございます。近年発売されているシフトカテゴリーモデル、このデカ N が特徴なんですけれども、唯一ランキングに入ってきたモデルとなっております。これを見る限りやはり人気なのかなというところと、やはり価格帯もそうなんですけど、販路が広く手に取りやすい、ここも要因の一つかなと思っております。なので天候に関係なくガンガン履いていく品番だよという印象も受けますね。中でも今回雨の日ということで多く票を集めたのは、ギャルソンとのコラボモデル、そして GTP というモデル、どちらもゴアテックス仕様となっており、雨の日に重宝する一足と、でカラーリングもどちらもですね、黒ベースなんですよね。なので汚れ目立ちにくくガンガン履けるということで票を集めたんだと感じております。
第3位は 2002R です。多くの方この 2002R に関してはランキングに入っているというのは予想できていたと思います。最近のアジア製にしては本当に人気で履き心地も定評があり、価格帯もそうなんですが、販路から考えても手に入れやすいというモデルでございます。カラーリングも豊富でですね、もう言うことは他にないんじゃないかなと。で、雨の日という今回テーマだったんですが、アウトソールに関して、滑りやすいとかその辺はないですね。アッパーの雨の浸透っていうのは、不安材料としてはあると思いますが、それを気にせずガンガン履けるというのがやはりこの2002の強み、なのではないかと思っております。でこの 2002R に関しては、今後ゴアテックス仕様がいろいろ出てくるということですので、そうなってくると、次回ランキング取る際に下手したら1位までいくんじゃないかなという楽しみは一つ、あると思います。やはり人気の 2002R というところでした。第2位は MTX580 です。580という品番で票を集めてはいたんですが、とにかくこの MTX580、 しかもこの GA という黒ですねが圧倒的票数を集めて2位になっております。1996年にトレイルランニングモデルとして誕生した MT580 をベースに、アブゾーブをフルレングス搭載というところと、なんといっても、ゴアテックス仕様になっているというところが大きいところだと思います。これまでもいろんなゴアテックス仕様、見てきましたが、この580のクラシックな表情といいますか、あらゆるシーンで、使えるという落ち着いた佇まいですよね。これがやはり人気の要因の一つなのかなというところでございます。で付属品もあって表情変えれるというところも面白い一足です。本当に雨の日に活躍する一足だなというところでございます。第1位は M990V5 です。いろんなランキングやってきておりますが、 V5 を見ない時はないというぐらい、どのランキングにも顔を出してきます。非常に高いポテンシャルと人気とありますね。で比較的手に取りやすいっていうところもありまして、このランキングだと思います。天候に関係なくガンガン履かれるという印象なんですが、やはり、それがスニーカーのあるべき姿なのかなという印象も受けております。中でも、人気のカラーリング、一番票を集めたのは、990の BB5 ですね。トリプルブラックのモデルが一番、人気でした。はい、ということで雨の日に履くニューバランスベスト7見ていただきました。いかがだったでしょうか。こう表を見ていると、いくつか傾向が見られるんですけれども、アジア製に関してはゴアテックス仕様のものが強いというところと、カラーリングに関しては、ブラックを選ばれる方が多いんだなという印象を受けました。私個人としてはですね、天候関係なくいろいろガツガツ履いているんですけれども、その中でもですね、今一つ何か雨の日どれがいいですかと聞かれた時に答えるのはこれかなと思っております。アウトソールはやはり重要だと思うんですよね。天候関係なく履くあまりにですね、身の危険を感じること、これあります。その辺気をつけていかなければなと個人的にも思っております。雨の多い日が続くと思いますが、ニューバランス好きの方々が良いニューバランスライフを送られることを祈っております。